はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカショップオリジナルペンギン運搬トラックを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはトミカショップオリジナルのペンギン運搬トラックだね。車種は日産ディーゼルビッグサムです。で、フロントの方を見てみるとこんな感じだね。日産ディーゼルのエンブレムがプリントされてあって、ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。で、こういったグリル周りも綺麗な感じだね。で、上の方を見ていくと、ここにトミカショップってプリントがされてます。で、ルーフの部分を見ていくとこんな感じだね。ペンギンミュージアムってプリントがされてあります。かわいいね。で、側面の方を見るとこんな感じだね。この部分にペンギンのイラストがプリントされてあるね。で、中にはペンギンが2羽いるのかな。で、この辺りにはこれは氷をちょっとイメージしたようなジオラマが入ってるね。で、後ろの方はこんな感じだね。特に後ろの方にはプリントとかはないね。で、運転席側はこんな感じだね。ここにもペンギンがプリントされてあるね。で、この部分は水色で塗装がされてあるんだね。で、ここはクリアな樹脂パーツになってます。で、タイヤの方は特にサスペンションはついてないです。で、ギミックの部分はこの後ろのドアが開閉します。こんな感じだね。もうちょっと中のペンギン寄ってみようかな。こんな感じだね。中のペンギンはゴムのような樹脂素材でできてます。で、ペンギンを取り外したりすることはできないね。で、やっぱりこっち側から見た方が綺麗なデザインだね。で、反対側から見るとそうだね、ペンギンの後ろ姿しか見えないね。で、裏の方は日産ディーゼルビッグサムナンバー65番の写真になってます。で、このペンギン運搬トラックっていうのは当然架空の車両だよね。で、トミカタウンのペンギンミュージアムっていうところの車なのかな。このデザインが可愛らしいね。箱の方は正面のパッケージにペンギン運搬トラックの写真があって、ここにトミカショップオリジナルのロゴがプリントされてあるね。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんなパッケージになってます。はい、今日はトミカショップオリジナルのペンギン運搬トラックを紹介しました。で、かっこよさはあんまりないけど、可愛らしさのレベルは結構高いね。この車両によく似たトミカだとこういうのがあったね。イベントモデルの冷凍マグロトラックだね。こういうちょっと面白ネタっていうのも楽しいね。で、このトミカはトミカショップオリジナルなので、トミカショップで販売されてます。で、オンラインショップのタカラトミーモールは品切れになってるね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。